それではお時間になりましたので、CFIF 第1回公開国際進行中、社会を変えたための時空間、時空間の、ということで、私は、この博士の司会を務めます。本日ですが、18時までですね、休憩を2回挟みまして、講演、これ中はですね、現在電波の電源構成を見たとか、アナモードの設置を提供します。それから、本日の、シンポジウムが、空間情報システム学会 GIS 教育部で、GIS 支援、これの対象講座となっています。利用される方は、本日の定会時に、認定証を受け付けて、配布いたしますので、それから本日の時間ですが、お察しいただいて、井上さんのところからの基調講演ですが、ここに関東の方で逐次予約をしていくということが難しいでしょうか。ではまず公開し、この、シンポジウムにお越しいただきまして、どうもありがとうございました。私はこの、略称、正式名称、ラタルト長いので、略称が S4D っていう名前になっていますが、その S4D の研究部門の、一応、部門長ということで、学習方になります。本部先ほど、こちらの東大の空間情報科学研究センター。で、このシンポジウムは、まずこの S4D というのが立ち上がってから、大体半年弱ぐらいになっておりまして、でまだ今後ほぼ4年間予定ではいるんですけれども、まず最初の半年間でどんな計画を立ててどういうことをしたのかというのをご報告させていただくというのと同時に、僕の活動に関係したいろいろな他の活動をやっておられる方とも、こういうシンポジウムを機会にしていただいて、その内容を社会実装したり、海外を含めて旅行展開していくのをどういうふうに加速していくかということを目的にセットしています。ということで、今日の国際シンポジウムというのは、最初に私の方から S4D の部分の活動内容の紹介というのを、簡単にさせていただいて、でその後、それの一環で特に例えば人の流れなんかに焦点を絞ってミャンマーを例にした例の報告ですとか、あるいは、今日残念ながら SS5 でしたっけ、ロケットの打ち上げがちょっと延期になってしまいましたが、そういうあれにも、ここの部門で使いたかった使おうとしていた衛星のちっちゃいのを取り込むというのを持っておりまして、少し何週間かまた先にもう一回打ち上げをトライアルするんですけれども、そういう宇宙システムを用いて補助軍の支援をどんなふうにやるそうかというような話があった。でその後、今日のちょっとある意味目玉の一つとして基調講演で、スモレーダー博士、オレンジラブス、オレンジっていうフランスを拠点にする国際的な、いわば携帯電話事業者ですけれども、そこの研究部門の方に携帯電話のデータを開発にどう使うかという意味でパブリック・プライベート・パートナーシップ・フォーサー・テレコリティオンという内容でお話をいただきます。オレンジラブスというか、オレンジはアメリカを中心にして開発のために携帯電話のデータを使うというので、数年前ですけど D4D データを使うというそのいわばハッカソンというか、コンペティションを開いて、コートジボワールというか造形家が、古くからの人には言った方がいいかもしれませんが、そこの携帯の位置、使
通はどこからどこにかけたのか、そういうデータと、まあ、多少集計はしてあるんですが、基本的に生データをそのコンペに参加した人たちにオープンして、でそこから出てきた解析結果で順位をつけるというような、そういうコンペテーションをやった。その投資としてはそういうデータを使うこと自身もかなりユニークだと思っているし、そのデータをオープンにしてそういうディベロップメントのために使っていくという試みそのものが大変ユニークだったので、すごく驚いた記憶がありますし、うちの研究室からもチームの一つでいてコンペに参加したりもしている。でそれの後に休憩を挟んで、JICA の方の話を伺って同時に、あとさっき少しリハーサル的にやられておりましたが、ソフトバンクの方から大規模災害における公共貿易支援ということで、インフラ事業者の例えば空間情報の活用の可能性というようなことについてお話しいただいているわけです。でまた海外展開に関しては国交省における海外プロジェクトの推進ということで、国交省からお話をいただいて、最後は芸術ファッションで、皆さんの意見を伺いながら今後の展開について、なんかこういう有益な方法とかアイディアとかをぜひ共有できたらいいなというふうに考えています。ということで、これが今日のシンポジウムの内容でして、でここから先はこの 4D と呼ばれる研究部門、スペースフォーディベロップメント研究部門が一体どんなことを見学して、どんなことをやろうとしているのかという、そこの話をさせていただきます。で今日はシモレーザさんもいらっしゃるのもあって、パワポは英語です。なんか英語のパワポを見ながら日本語で話すって意外とちょっと過去何日間のことずっと海外でいろんなところで話をすると発表するとかをやってきたら、なんかちょっと違和感がありますが、いずれにしても日本語で話をして英語のスライドをちょっとあまりということで、見ていただく、そんなやり方で進めたいと思いますので、よろしくお願いします。で、部門にはたくさんのメンバーがいますが、一応私が代表ということでお話をさせています。で、これがその研究グループのアウトラインです。で、プロジェクトチーム全体が3つのグループ、もう大変な方の方針が分かれていて、スペースシステムとかスペーステクノロジー、これは東大の航空宇宙の中塚先生がリーダーで、超小型衛星、例えば本庄市だとか、今回ちょっと打ち上げが気になりましたけれども、トリコムというような小型の通信を例えば打ち上げ、それをいかに使うかと、で特にその使うというのは地上の話が問題になっていますので、地上での移動体のデータの解析だとか、それの背景にある地図もやっぱりある程度オープンストリートマップとかありますが作っていかないといけないし、そのための技術開発というのもあるので、そこを私の狭い部分にあるんです。であともう一つが即位です。即位サービスもご存知のように、アジアは米ドだとか日本の順でも含めたくさん衛星があるので、それをどういうふうに使って非常に良い補強情報というか精度を向上させるための情報をうまく作るとか、あとだんだんこういうものが重要インフラの一部として使われるようになってて、攻撃の対象になってきてます。イギリスかどこかのスマートグリッドが自国の同期に GPS を使っていたんですが、それがジャミングされて、スマートグリッドそのものがダウンしたという事例がある。実は昨日経産省の順天堂衛星の海外インフラ促進委員会でもありますが、そこで簡単に報告がありました。そういうのも考えると、セキュリティなんかも含めて一体どういうふうにしていくのかということで、海外に発信していこうとするので、こういった、日本の政府のいろんなところでの連携、これが全体の連携になっています。でその向こう側にどういうふうなテクノロジカルなランドスケープを見ていくかということなんですけれども、宇宙インフラがあるで、これは昔からで言うと宇宙って、特に日本のパースペクティブで言うと、世界中カバーでいいけど大体荒くて、日本国内では全然必要にはならなくし、海外でも実験的に使うぐらいでしたよねというのがこの5年くらいで、10年くらいで
もう革命的に変わってきて、まあ、むしろこれが中核のインフラになっているんですよ。ただまあ上から見てるだけではダメなので、下のモバイルデバイスとか、コネクティッピングとか、コネクティッドマシーンといったものが、そういうもので、データを取ると同時に、インフラの支援を受けて、うまくこう、こううまくこうし、まあ、それの裏側では、当然ビッグデータのアナリティクスがないと、うまく動かない。で、ここのところの、例えば技術開発とか、集合開発、どうやっていきましょうか。まあ、こういう、こうなんか、トライアングルの形でやっていく。で、これまでも、要素技術はたくさんあって、それぞれ結構コンペティティブなんですが、それ1個だけ持ってって、これ使ってよって言っても、なかなか使ってもらえないので、それをやっぱりいかにうまくシステムにパッケージするかとか、そもそも何をターゲットにするか、そのディフィニションとかデザインをどういうふうにするかとか、そういうことが当然重要になるんですね。なので、この三角形を作るというのは、実はまさにいかにどういうターゲットをターゲット選んで、どうディファインして、どうデザインして、それの中でパッケージをやっていくと同時に、個別個別に全部スクラッチでいくのが大変なので、その中間、それを支えるこのレイヤーをやっぱりちゃんと作っていくっていうのが大変で、まあ、それを、まあ、我々は全部作れるわけではないんですけれども、何が必要か分かればまず大変ですし、まあ、そのうちいくつか作っていって、あ、こういうのって結構動くんですねというのが分かれば、それをどんどん改良していく。そんな感じです。で、あともう一つが、その何がニーズですか、どんなサービスをデザインしたらいいんでしょうかというための基礎には、やっぱり、ヒューマンネットワークとかコミュニケーションとかコミュニティ全体的に重要で、やっぱりそこの国の人の立場に行かないと、そこの国の時代感とか何が必要なのかとか、何が優先順位が高いのかっていうのが分からないですし、そもそもここで使うような位置情報非常にコンフィデンシャルだったりセンシティブな状況になると思うので、やっぱりそこの国の人と一緒にやるというのでないと、ここの政府の協力を得られないというのが非常に多いんですね。なのでこういうネットワークをやっぱ作ることが非常に大切 でそのネットワークを作るための基礎に、例えば今測位衛星にみんなすごく関心を持ってくれているので、今週の月曜日もマレーシアのクアラルンプールで、フリーの基準点をこの UDM という大学に置いてきたんですけれども、そういうようなものを置いて、それを使って一緒に使いましょう、例えばそこのデータで一緒に博士をしましょうというようなことで、そのコミュニティを始めるため なんか取っかかりにしましょうということです、まあ、そういうのでネットワークしていった次に必ずデータを取れるので、じゃあそのデータを解析しましょう、例えば GPA 受信機のデータをいっぱいつけて集めて車の動きが見えるようになるといった瞬間に、次にじゃあそれを解析するためのオープンソースって何かいいのないんでしょうか、それと Hadoop をこういうふうにネイルでやっていいのとか、ビジュアライゼーションのソフトウェアも我々オープンソースですごくいいの作ってますよというようなというかあるんですが、まあ、そういう類のことでこうだんだんステップアップしていきましょうということなので、まあ、こういうトラックを作ってねということで、まあ、要は前日目で言うと、要するに、こんな風にインフォメーションとかサービスとかプラットフォームを動かして、それの目的っていうのは技術開発もあるけれども、やっぱ本人はある意味でその大きなコミュニティをちゃんと作っていきます。それがやっぱり次のステップ非常に重要なポイントになっていく。でそうなってくると、そのコミュニティを使って我々にしてみると R&D も進むし、ビジネスの皆さんにしてみると新しいビジネスの準備というのも、まあ、それがまあ走り消されるというか、まあ、円滑にというか簡単になる可能性もあります、まあ、そうやってうまく回っていけば、当然ながらテクニカルのテクニックというか競争力とかも、だってニーズにちゃんと合わせてちゃんとフォーカスし込んで、真面目に研究開発すればいい、そういう意味ですごくいいのができて当たり前なので、ただそこのところに至るためには、何が問題なのかちゃんと聞かなきゃいけないし、一緒に作るということで、やっぱりお互いにちゃんと参加して作り上げたっていうような意識を相手にも持っていただくのが大切ですし、まあ、そういうような、まあ、ある意味当たり前のことですが、当たり前のことをやりましょうということです。で、じゃあ具体的にどんなことをしてるんでしょうかということですが、まあ、まずはいろんなデータが来た時にどういうふうに導入するかということ
それが日本国内で大変重要なので、まず日本国内で16日スペシャルインフォメーションセンターになりますが、こういう仕掛けをやっています。ただこれ過去半年の間にこれ我々だけでこれ作ったことは全然なくて、もうその前3年くらい前から政府の予算でこういう自空間情報センターというようなものを作って流通させていきましょうという構想があるので、ちゃんと作り始めているんですね。ただお正月早々香港でアジアの GIS っていう学会があって言っていて、こういう話もちょっとしたんですが、どこの国もデータの流通の話をします。ただ必ずそれは国がお金を出して国のデータを流通する、いろんな人が作ってるデータがそこに見えますよというものであって、民間のデータが今もすごく増えてるのに、それがいっぺんに見えるマーケットプレイスってこの国にもないみたいなんですね。でこういうのをやったら、それはなんか内産業だよねって言ってくれる国が何かあったので、いやこれってそう言ってくれた大学の先生と一緒にそれぞれちょっと実験的にやってみたらいいんじゃないかなどと思ったりしていて、それはまさにそういう目的でそういうところで話をするわけですけれども、ここがまあそういうふうにマーケットプレイスであるのと同時に、集まってきたデータを見て、あこれとこれを組み合わせたらこんないいのができる、こんないいプロダクトになるじゃないですかという人が現れれば、当然その人の中に入れてそのプロダクトを試作して、そのプロダクトを売ることでレベニューを得て、そのレベニューのデータをまさに信託してくれた、あるいは投資してくれた人に、まあ、レベニューシェアで返すというような、まあ、そういうような仕組みができるはずであるというので、まあ、それの試作をし始めていて、まあ、それのためにいろんなデータを集めて、こう組み合わせるとこんなに使えるんじゃないでしょうかというのを見せていくということが重要になるというわけです。で、あともう一つは、今のようなデータのマーケットプレイスとか、データをインテグレートして価値を作るような、なんかそういう場所を作るのと同時に、やっぱり個別のデータの解析だとか、本当に大切なので、CDR に関しては、こういう類の、も基盤のソフトを作って、でこれは例えば今データをそのあんまり国外に持ち出せないケースが多々ありますので、そこの国の、モバイルネットワークオペレーターが自分でデータをアノニマイズして、自分で処理をして、そこで例えば解析しなければできるとか、他のところのクラウド上に預けて、セキュアに送る、それを他の人が使うというようなことをしようということができるような環境が、できています。で細かい解析モジュールについてはまだ、ちゃんと使える形ではないので、基本的なソフトウェアも例えば国連なんかのためにもこういうの今大体作り終わったぐらいもう十分できているので、必要に応じてデータを使っていただければ。でこれのいいところは CDR は CDR 独特の処理があるんですけれども、 GPSのデータの場合も基本的な処理のところかなり共通なので、そういうのにも展開できています。それはまだここまでちゃんとソフトウェアとして完成していませんが、それを GPS 用には今半分ドクターロングチップでやったりしているので、きっとその人は早く卒業したいだろうと思いますから、開発はどんどん進んでいるのではないか。でこれそれのユースケースとして、ですね、人口統計というのがあんまりちゃんとしてない、もういかに携帯電話のデータから人口統計的なものをうまく作っていくか、それを我々はダイナミックセンサスと呼んでいますけれども、そのダイナミックっていう意味は人の毎日の動きを含め、どこに住んでいるとかどこに住んでいるとか、大体昼間この辺にいます、1時間おきにその時間その時間の人口統計があります、というようなのがデータさえあれば毎日毎日1年分でも5年分でも10年分でもできて、その途中途中の現地調査によってそれがちゃんとスケーリングファクターとかカリブレーションでクオリティアシュアランスができるようにしていきましょうということなんですね。でこれもこの S4D の活動なんかとしていくつかの国の統計なんか局なんかと一緒に働いて、ちゃんとこういうプロダクトとしてシステムは先ほどしたのでできていくことが言えるようにしているということです。これはどんなふうにスケールアップするのか、どういうふうに検証するかというのを考えています。
が、まあ、あんまりここで細かい話は後でどうせ話で今のところ、これからちょっと CDR が使えそうなところで、スリランカ、これはダーナージア、モザンビーク、これは1250で今、ちょっとインドワンフォーオールラブスという日本の会社なんですけど、そこと一緒に、やろうと。で、バングラデシュはこれを取ってほしい。で、もう一つはミャンマーと、あとはタイランドと、で、やろう。まあ、こんな感じで、CDR ってどこの国にもあるんで、そういう意味で非常にグローバル展開できますし、これがあると、マーケティングだとか、いろんな交通インフラの計画だとか、なぜ人口ですからね、しかも移動したりするので、どこからどこに移動需要がどのくらいあるか、雨季と乾季でどう違うんだろうっていうのを見ていこうとすると、まあ、まさにこれだということになります。で、今のような、実は解析をやろうとすると、基地局単位でしかないので、やっぱ荒いんですね、空間的に。なので、それをもっとダウンスケーリングして細かく推定して、分布を推定していくためには地図が全体的に重要で、その地図を作るのは、航空海軍衛星の、まあ、航空写真像に、ディープラーニングなどを使って建物を抜いていく。もちろんそれのためには、その前段階として、トレーニングデータセットとかブランドブルースを手で取らなくちゃいけないんですけれども、その手で取って、それをディープラーニングになって、ではマッピングエッジを作って適用して、品質を見て、またおかしいところを直して、またもう一回、ディープラーニングを改良するとか、そういうシステムが回るようなもので、今のところ大体、そのビジュアルインタープリテーションをして、ディープラーニングに投げるっていうところまでを今システムとしてはちゃんとしようとして、ディープラーニングのところでどれくらいできるかって試行錯誤は、これも本当に研究として、ケニアでやったり、ラオスでやったり、そこで、やっている状況にあります。で、それなんかと合わせて、普通のもうちょっとある衛星画像も今、例えばランドサットなんか過去40年分ぐらいが、もうフリーで全部アーカイブが出ているので、そういうのをざーっと処理して、街がどんな風に変わっていくか、こういうのと ADB とかワールドマークでも実際にこれプロダクトとして使っていただいていますが、そういうのも今後ずっと定期的にやっていく。つまりここではどちらかというと人とか経済とかそういうものをちゃんと、モニターできるようにしていきたいと、まあ、そんな風に考えているということです。で、あとそれは今どちらかというと既存の衛星からのデータなんですが、オンデマンドでいろいろ作れる観測できるというのは非常に強いですので、いろんな小型衛星を使おうで、特に今回中須賀先生たちに入っていただいているので、中須賀先生のネットワークででも例えばこれだけいろんなところでちっちゃな衛星をやっていますが、まあ、これはこんなふうで全部使えるわけではもちろんありませんけれども、まあ、このぐらい、観測機会が増え、あるいは自分たちで作りたいと思えばこういうのができるね。で、これが東大の中須賀先生たちのところで挙げておられる本吉衛星、まあ、ある種のシリーズです。で、さっきちょっと打ち上げが延期になってしまったという、これはトリコで地上からデータをピョッと投げてこれで受けて、どっかで下に向かってデータをダウンリンクしたのか、データ簡単なデータ通信衛星、地上の施設設備が非常にちっちゃいものですということですけれども、そういったものがこれから出てくるということです。で、まあ、これはその先のストアとはメガリスを下から上げて落とすというので、あんまりブロードバンドではありませんが、まあ、センサーデータをちょこっと上げるとか、まあ、そういうことなんかには今のようなものを、この部門の中で入ってこれ、ここを取れたら取ってくださいって言うと、まあ、取れるようになる。で、これはマラリアエリアって書いてありますので、お願いをして取っていただいたわけですが、まあ、こんな風に、要求を出してパッと取っていただいて、まあ、もちろん衛星が今何千個もあっても、どこでも好きなだけ乗れますというわけではないのですが、オンデマンドにちゃんと観測できるということの、まあ、実感とかありがたさとか、それの持つ可能性をどういう、今後衛星増えていきますから、増やしていくかというようなものがもうちょっと分かるということですね。でもう一つ合わせてさっきのマレーシアというクアラルンプール、
強いセレモニーになりましたが、基準点をこういうふうに打って、まあ、ここでずっとデータを取り、これのあるところのこの周りでは、フリーに成長を流しますので、自由に RTK 実験をしていただける環境が、でこれをベースにして、まあ、そのホストしてくださっている大学の研究室なんかと一緒に、まあ、ローカルのプロジェクトができるというわけでモザンビークにするんですけれども、でこんな感じです。でもちろん東京都内にも3つあって、3番で大体まあ、23区からこちら側のバーセにかけて、バーセにかけて結構ちゃんとカバーされていますので、もしよろしかったらお使いください。で、受信機、これも RTK の測量用のとかってちゃんとしたいいのを買うとやっぱり150万200万そのくらいしてしまうのですが、今非常に安いこういうスイスの会社ですが、こんなのが出てきて、これをぐぐぐっと組み合わせるとこのぐらいの値段でできちゃうんですね。だいたいこれ見ていただいた場合210なので、まあ、この見かけで良ければという条件付きですが、大学風に言うと、俺は学生に組み立ててなんか実習でちゃんとデータ取ってこいよとかっていうのって、いやこれ結構面白いよねというふうに思いますので、いやこれはつい僕らもあるんじゃないかなどと。で、これがおそらく最後のスライドですけれども、あとは例えばこの部門も本当にいろいろな背景のあるいは専門を持ちの会社の方がいらっしゃっているので、こうなんかある種の勉強会というかセミナーをやったり、まあ、ちょっとこの辺り見に行ったりしていますが、まあ、こういうその内部の勉強会というかセミナーを開いていますこれ。これまで大体6ヶ月間で9回やった18人のセミナーが発表していますが、まあ、こういうふうにして、国内のコミュニティディベロップについても活動をしているという状態になります。というわけで最後ですね、はい、でこれで大体部門紹介の挨拶終わりということになります。どうもありがとうございました。続きまして、これについて安全な形成のこの流れで活用する山を受けということで、はい、どうもしてきます。皆さんこんにちは。東大政研の関本ですが、今日ですね、私もこの CSIS の部門の一員なんですが、特に今日ご紹介しますのはですね、私の方が、個人で関わっている方の JICA のサトレプスというプロジェクトで、今ミャンマーで、2014年ぐらいからこういう安全っていうプロジェクトですが、まあ、そういうのをやってるので、その辺の紹介で、まあ、特に私の方がですね、そういう交通や人の動き のグループの、まあ、リーダーをやってる関係もあって、まあ、特にその辺の話を後半したいというふうに思います。で、JICA JST のサトレプスっていうプロジェクトは何なのかっていうと、これは我々のプロジェクトのものを指すだけではなくてですね、 JICA でまあそういうプロジェクトが10年ぐらい続いてきていて、サイエンス&テクノロジーリサーチパートナーシップフォーサステナブルディベロップメントっていうプロジェクトで、まあ、いろんな国で過去行われてきています。で、内容としては環境エンバロメントとかディザスターとか、そうですね、
あとは、病、パブリックヘルスとかそういうのですかね、まあ、その辺を中心に行われてきていまして、で、まあ、我々は何かもちろん国限定でやるのが特に特徴で、大体5年とか6年ぐらいのタームでやるのが特徴で、でそういう意味で、まあ、我々ミャンマーをターゲットに2014年から2020年で、特にディザスターを中心にその災害に強いレジリエントなその協調できるような、まあ、プラットフォームを形成していこうっていうのが主です。で特にですね、これ実は ODA のサトレップスっていうのは ODA のプロジェクトでして、ただ研究の ODA なのでメインは大学同士のコラボレーションになります。だから日本の大学とミャンマーの大学がコラボレーションして、で ODA なので最後、まあ、いろんなものを作ったり実験設備を作ったりシステムを作ったりするんですが、まあ、最後は相手の、まあ、資産になるというのが特徴です。で、で特にじゃあ防災に関係するプラットフォーム云々っていうので、どういう切り口でやってきているかといいますとですね、例えば、まあ、ミャンマーだと何年か前にサイクロンナルギスが来てかなりいろんな被害があったわけですが、こういった形でその水災害なんかもありますし、あとは地震が起きれば建物が結構古い構造で作られたりするので、まあ、潰れたりとか、まあ、そういうケースもよくありますので、まあ、そういう意味で全体としてはですね、こちら、ちょっとすいません、2枚ほど飛んじゃったんですが、こういう地盤建物を見るようなグランドや地形なんかを見るようなグループですね、建物やインフラグループって呼んでるんですが、まあ、そういうものと、あとはウォーターエンジニアリングとかフラッシミュレーションとか、まあ、そういうのをやるグループっていうのと、あとは我々がやってるようなトラフィックアンドモビリティのグループですね、などからなっているというのと、あとは GIS リモートセンシングっていうちょうど、ファンダメンタルな部分もあるのと、あとはそれを少し横に並べて、じゃあディザスター全体としてどういうレスポンスシステムをそのミャンマーの中に作っていくかとか、まあ、そういうのをやっているグループがあったりします。で日本はですね、こちらのその代表が東大の目黒先生がされているのもあって、まあ、その防災関係のグループが中心で、あとは北海道大学、東北大学、慶応大学などが入ったりするというのと、あとはミャンマーの方はヤンゴン工科大学が中心になっていて、このユー先生っていう副学長の先生がヤンゴン側のカウンターパートの責任者になっているんですが、もともと東大で1990年代にドクターを、工学部でドクターを取られた先生でもあるということで、もちろん日本のこともよく知っていてくださっているというわけです。で、5、6年あるので、こう結構いろんなイベントっていうのが数多いんですが、例えば1年に1回ですね、そのネビド、まあ、ミャンマーの首都のそのネビドで集まって、向こう側のその、文部科学省と文部科学大臣とか、あとは関係する建設省とか、総務省とか、まあ、そういうところの上のトップの方に集まってもらって説明いただく会みたいなのをして、まあ、上の辺の方の理解を得つつ、まあ、研究者同士のその現場では向こうの大学生とか先生も、まあ、いろいろ新しい技術を、まあ、日本
からも持って行ったり、まあ、日本側も現地で、あの日本とかと全然違う環境であるということを学習したりして、まあ、こう例えば橋梁の、あの状況をモニタリングのセンサーを使ってしたりですとか、あとこちらは水門の水位計なんかを太陽電池式のものを設置して、川の水位を測るとか、あとは向こう側のヤンゴン工科大学内のサーバールームをちゃんと作ってサーバーを置くみたいなところから始めたりとか、そういうことをあのやっています。で、特にですね、あのちょっとここから先はトラフィック、ピープルモビリティの話をしたいと思うんですが、ですね、特にあの我々の方はあの2つの大きい柱を立てていまして、1つはですね、こちらですね、ヤンゴンの、その先ほど柴木先生からもお話ありましたが、まあ、携帯の CDR のデータを使って主にヤンゴン市のそのトラフィックのボリュームを推定していきたいっていうのがあります。で、まあ、そちらについては携帯の事業者とあのかなり密にやっていくっていう必要があるんですが、あとその一方でですね、あのちゃんとじゃ あのバスのバスの状態、あの交通観測というんですかね、そういうのがどれぐらいできるかみたいなのもあの検討していきたいということで、まあ、バスにスマートフォン、一応目標では500台あの乗せて、だいたいヤンゴン市内 のバスの、運行体制をどうやったらもうちょっと効率的にできるかとか、まあ、そういうのもやろうとしているというのがメインの話題です。で、この後あのそれぞれ2つあのお話をしていこうと思ってるんですが、まあ、まだあのそうですね、ちょうど2年ぐらい経ち始めている頃なんですが、去年前ですかね、あのちょうど1週間分のサンプルデータということで、その MPT 社っていうのは、まあ、ミャンマーにある国営の、ミャンマーポスタル&テレコミュニケーションだったと思うんですが、まあ、そこがやっている国産の、携帯会社と、まあ、強く連携してやり始めているということで、まあ、1週間ぐらいのデータをもらっています。で、こちらはですね、あのミャンマーはあの何年か2、3年ぐらい前にあの携帯事業については外資の入札をあの2社枠で始めて、あのミャンマーのテレノワールというところ と、カタールのオーレジュっていうところがあの入ったんですが、その後第3の枠で日本の、まあ、KDDI さんがちょうど MPT と包括協定を結んで、一応、まあ、大体3大体制ミャンマーになって、まあ、かなりあのカバー率も増えて、国民もかなり携帯のスマートフォンを持ち始めてるっていう状態です。なので、まあ、あの今回この時も大体 MPT もかなりのシェアを持っているので、400万人とか500万人分ぐらいあるんですが、まあ、あのまだなかなか CDR をそのモビリティに使うとか CDR 自体を分析に使うっていうカルチャーは多分今回我々が言い出したのは初めてなので、まあ、彼らもどうしていいかわからない状態から始まってるんですが、まあ、まず1週間分くらい貸していただいているというところから始まっています。で、データ自体はですね、まあ、よくあるあの典型的なタイプでこう ID がついていて、であとここがタイムスタンプですね、タイムスタンプがついていて、何秒ぐらい話したか、何秒ぐらい通信したか、でこれはあのボイスコミュニケーションと普通 あのデータコミュニケーション両方含まれていたかと思うので、まあ、かなりあのボリュームはあるんですけど、この1日あたりで言えば、まあ、400万人くらいあって、だとセルの ID が1万4000くらいあって、で、まあ、1日あたり平均で言えば1600万で、まあ、もちろん人によってかなりあの密度が
たくさんある人とない人がいるので、まあ、だいぶその辺ばらつきはあるんですが、まあ、それぐらいはあるというのがあって、あとはまあセル ID があるので、まあ、それを緯度経度に変換して、まあ、求めるというのでやっています。で、そういう、まあ、CDR のデータからどうやってそのトリップを出すかっていうのは、まあ、これはここ5年ぐらいでかなり世界的にも研究が進みつつあって、そうですね、例えば基地局 A から B に行くときは、それをトリップとみなして、その、まあ、例えばボロノイゾーン内にあるネットワークのノードで一番近そうなやつ例えば選んで、それを D として、トリップを作るとかっていうのがありますし、あとはただCDR にしてもかなり通信の時間帯が空きすぎちゃう場合なんかは、例えばここで C でここがポイント D だった1時間半空いてるっていう場合で、実はどの間に移動するかって結構決めにくいので、もうちょっとこういう長いCDR データは一回削除、誤差の原因になるから削除しようみたいな研究なんかもあって、まあ、割とこういう短めなコミュニケーションだけフィルターしてオーディ表を作るみたいなのが、まあ、最近なんかよくあるんですが、まあ、とにかくそういう形でオーディ表なんかを作ると、なんとなくトリップが出てくるというものもあって、まあ、そういうものから、大まかな流動ができるというわけです。で、例えば今の1週間分のやつで、その、まあ、何ヶ月か前に試験的にやってみたものこちらですが、まあ、これはある12月のその1日分だけの流動を見てるんですが、この点は基地局なんですね。ただの基地局なんですね。だからこれはオート D を結ぶといっても本当にトリップを単に直線で結んでるだけなので、なんとなく基地局がこの辺にたくさんあって、人がここがちょうどヤングのダウンタウンなんですが、まあ、人が集まってきてるなっていうのが分かるんですが、これは何も普通に加工してない状態なので、まあ、この程度しか分からないんですが、まあ、その一方でもうちょっとちゃんとさっきCDR の処理システムのような話も柴木先生からお話しいただいてましたが、ちゃんと道路のネットワークの OSM とかのネットワークデータを使って、まあ、エージェントシミュレーションなどとちゃんと組み合わせれば、もうちょっと道路に沿った流れっていうんですかね、まあ、そういうのが分かるということで、まあ、こんな感じでネットワークをちゃんと沿った形の、流動を示すことがこういった形でできます。なのでこちらの場合はどちらかというとこういうものはネットワークのノードとかに近いものになりますね。で、まあ、これ今こういうところまで来て、で、実はですね、ここから結構先が結構やっぱり交渉に時間がかかってきて、そのもう少し長期のデータを貸してほしいとか、まあ、向こう側にそのサーバーを置かせていただいて、まあ、向こう側で処理をし始めたいということを言ってるんですが、まあ、なかなかちょっとそれ の理解がまだ進みにくい状態で、まあ、ちょっといろいろ説明をしたり、少し電話をしたりとか、まあ、そういういろいろ続けてる状態なんですが、で、まあ、我々もじゃあもう少しそれが社会にどう使われるのか分かりやすい事例を示していこうっていうことで、じゃあどういうのがいいのかなっていうのを、まあ、その交通のグループの中でもいろいろディスカッションをして、で、まあ、ちょうどミャンマーの場合はフライオーバーのコンストラクションとか、そういう今モータリゼーションが急速に進んでいる国なので、渋滞解消をどう考えるかみたいなのがかなり増えていて、まあ、例えばJICA さんなんかもフライオーバーのコンストラクション事業っていうのはいろいろ計画や提案をされているところなんですが、それのちょうど我々の期間内でも、まあ、1年に2つ3つや出てくるできてくるような状態だったので、向こうの先生たちと話して、まあ、じゃあ最近できるフライオーバーコンストラクションっていうのは何なんだっていうのを
ちょっとリストアップして、そのビフォーアフターでどれだけその交通流動っていうのが変わってきているのかとか、まあ、そういうのをあの CDR 使って見せようみたいなことを言って、で、まあ、そのために、まあ、あの追加のデータをもう少し借りれないかとか、あの少しリアルタイムに共有をあのできないかっていうことをあの話を進めようとしているところです。で、まあ、そちら携帯のCDR の方の話なんですが、あの、まあ、そこは少しあの携帯通信会社に依存してしまうというか、まあ、彼らにかなりお願いをしないといけない部分も強いので、まあ、そこはそういう状態なんですが、まあ、一方で我々がもう少し自律的にできることっていうことで、まあ、じゃあちゃんと GPS をあの各車両に乗せて、あのそのデータを集めて、やむをしない交通網とかパブリック、トランスポーテーションのサービスを考えていくみたいなものを、やり始めています。で、これは最終的にはあの計画上は数百台ちゃんと乗せてバス網を把握する、もうちょっとバス の, あのこう効率的な運用をあの考えようみたいなことをやり始めようとしているんですが、まあ、結構意外にやっぱりこれやりこちらもやり始めると時間がかかってですね、あの最初、まあ、数台ぐらいのテストを2015年時代でやっていて、まあ、これは別に難なくできてですね、もともとウェブにあこんな感じでもうちょっと中がなかなか中古のバスが多いので古いんですが、こうした形でスマートフォンを置かせていただいて、USB で給電をして、もちろんここからあの GPS をサーバーに飛ばしてさあ、まあサーバークラウドなんですが、まあ、サーバー上に飛ばしてリアルタイムでバスの GPS のデータをウェブ上で見るとかっていうのは、まあ、できているんですね。だから問題なくて、よかったわけですが、まあ、1年ぐらい前になってて、もうちょっとじゃあスケールして30台であの第二次テストみたいなのをやろうとかって言い出すと、だいぶあのうまく電波が届かない、電波というか GPS データがアップされないみたいな状態が、まあ、かなり出始めてきて、まあ、それあのやっぱりスケールするとですね、いろんな問題出てくるので、まあ、その辺なんとかしないといけないよねっていう話をしていて、まあ、それは1年ぐらい前の話で、やっぱりやり始めると、あのそもそもスマートフォンに充電するときに、あの先ほどの USB バッテリーからあの USB でつないで取ってくるんですが、結構電流があのエンジンが弱くて電流足りなくて充電してるはずなんだけど、あのバッテリーの電池が減っていくとかですね、そういう事態が起きたり、あとはあのちゃんとスマートフォンをその、バス内に置いてそのままにしておいてくれって言ってるんですが、いや結構バスセキュリティは危ないっていうふうに、まあ、現地の人は言って、バスドライバーはみんな夜になると持って帰ってオフィスに置いたり、まあ、自分で持って帰ったりしちゃうんですが、でもそうすると次の日持ってき忘れたり、持ってきたら今度はまたちゃんとつなげるのを忘れたりとかっていうことで、もうそれも結局あんまり続かなくて、こう1週間ぐらいは最初30台ちゃんと動いてるんですが、 2週間ぐらい経つとだんだんデータが上がってこなくなって、あのなんか別に壊れたわけじゃないんですが、なんかそこら辺のこういわゆる今日本で言えば IoT の技術なんですが、そのシンプル IoT がなかなかうまくいかないっていう状態にもなっているということで、あの、まあ、結論としてはですね、あのスマートフォンで やるとやっぱりかなりトラブル増えるっていう結論になって、ちょっとまあしっかりシングル GPS にもう直すかっていうことにして、まあ、一応これは今なんとなくあの10台ぐらいになってる分には大丈夫なので、もうまあ、まずはデータをちゃんと取ることを優先して、まあ、この辺ぐらいから始めようとしているところです。あと、いずれにしてもそのなかなか途上国でそういうことをやろうとするとですね、やっぱりいろんなトラブルがつきまとうので、まあ、この辺はシンプルに進めざるを得ないのかなというふうに思っています。で、まあ、こんな感じで、あのちょっとあとまだ数年あるので、その間に、100台、200台、規模で、まあ、ちゃんと GPS を乗せて、この辺の、まあ、オペレーションはある程度できているので、やると部分と、あとは、まあ、こっちの方はまだできてないですが、まあ、向こう あの例えば、ね、そういうデザインセンスとかあのアプリを作れるそういう情報系の学生なんかと、まあ、こういうバスの系
アプリみたいなのが作れるといいのかなと思っています。で、まあ、それはいいんですが、まあ、今先ほど説明したようなこんな感じのスケジュールでやってるんですが、もっとさらにですね、結構いろんなトラブルが起きてですね、ちょうど1年ぐらい前に政権が変わって、アンサン・スー・チーさんの政権になって、まあ、それ自体は別に民主化でいいんですが、民主化されるとですね、今度今までのバス運営自体が結構非効率で、同じ路線になんか何本も違う会社のバスが走ってるから効率化しようとかっていう話にどんどんなって、昨日まで実験してたバスの会社がなくなったりし始めてですね、なんか乗せる端末自体もなんか再検討しないで、端末、そのバスの会社自体のセレクションもなんかまたゼロから始めないといけないとか、まあ、そういう結構日本だと予想つかないことっていうのが結構次々と起こってくるみたいな状態はあります。で、まあ、ただ1月一応それが去年の夏口からかなりバスラインリフォーメーションリフォームとかって言ってるんですが、まあ、それが夏口ぐらいから今年の、1月2月ぐらいまであって、まあ、ちょうどもうそろそろ決まりそうだとかっていう話もあるので、まあ、それが決まりつつまた再開していきたいなっていうふうに思っています。で、ちなみにそのヤンゴンのそのヤンゴン工科大学の交通研究室で、いや、そもそもこうだったらじゃあウーバーみたいにタクシー会社にスマホを配るのもありなんじゃないかって話なんかをしたんですが、ヤンゴンはまあウーバーっていうものはのキーワードもなんか知られてないみたいで、誰も知らない状態で、だからまあじゃあね、誰か現地の学生か何か卒業して会社でも作ったらとかっていう話をしてるんですが、まあ、なかなかまだそういうの見たことないピンとこない人も多いので、まあ、そういう話にも今後なるといいかなっていうふうに思っていますが、まあ、そんなところです。で、あとですね、まあ、これは単にキャパシティビルディングっていう話なんですが、向こうでやるのが、まあ、我々としてはメインの目的なんですが、まあ、そうやっても日本にも来てもらったりして、日本のやり方にも少し知ってもらう、慣れてもらうみたいなこともあったりして、まあ、1、2年に1回呼んだりして、やっているというのも始めています。まあ、簡単な事例紹介でしたけども、まあ、引き続きミャンマーの方ではこれをやっていきたいと思いますし、去年の12月から産官学コンソーシアムって日本企業向けに始めていて、ミャンマーにそのオフィスがある日本企業が去年も12月で20社ぐらい集まっていただいたりして、まあ、サトレプス全般のプロジェクト説明とか成果のシェアとか民間転換みたいなものを始めてますので、もしご興味ある企業さんはぜひ言っていただければまた情報提供をするようにします。はい、どうもありがとうございました。続きましてのが、宇宙システム工業の増幅支援、東京大学大学の工学部が宇宙工学部の方向です。それでは皆さん、こんにちは。小畑と申します。東京大学の方で、工学対策開発を中田先生の研究室の方でやっております。まあ、簡単に自己紹介ですけど、先ほどあります通り、中須賀県の方で、中須賀船津県ですね、そちらの方で、小畑の再衛星の開発のプロジェクトでございまして、そちらの方も担当しております。で、まあ、今日はですね、そういう意味では中須賀先生の代理ということで、ちょっといろいろ説明させていただきます。はい。最初にその、途上国支援という内容で、まあ、いろんな形で途上国支援されておりますけれども、ここではですね、その主に大学、まあ、もしくはその、まあ、小型衛星、そういったなんかものを使ってですね、どういうその途上国支援がされているかというところをちょっと話したいと思います。まあ、一番最初にですね、やっぱりその小型衛星、まあ、ナノサテライトという言い方してますけれども、ナノサテライトというものはですね、発展途上国にしてみればですね、
っぱりいろんな意味で、自分たち自身で何か問題解決をするための道具として使えるといった形で、自分たち自身で整備したいという思いがかなり強くなっているといったところが出てきています。あとはやっぱりその教育とか、そういったところにも使えるのでエデュケーションサイエンスとか書いてありますけれども、あとはその、啓蒙活動ですね、国民の啓蒙活動に使えるといったところで、そういうツールとして小型衛星を使うといったところが多くなってきている、まあ、そういったところからですね、先進国に対して小型衛星を使った、まあ、何らかの、その啓蒙活動、まあ、もしくはその支援ですね、開発支援といったところを要請されている。これが、まあ、ここでの一つのトピック、要は途上国支援という意味ではトピックということになっています。で、大きく分けて3つありまして、リモートセンシングの中身と、まあ、今日打ち上げといった話、これはスタートフォワードという通信、低速通信の話、あとは一番最初のダイレクトにエデュケーションの話、この3つのトピックでちょっと話していきたいと思います。で、このも絵ありましたね、全般的に、まあ、ちょっと衛星絡みでピックアップした途上国支援の状況では一応こういう形になっております。一番最初、ベトナムの方でピコドラゴンという衛星を、打ち上げてるんですけれども、これはあの、まあ、我らその東京大学、もしくはその JAXA とか HI さんで、作った衛星になります。あとは、三菱電機が、トルコとかと一緒に、タクサと、まあ、これ静止衛星ですけども、そちらの打ち上げてますし、こちらの方でもそのケーパビリティビルディングといった形で静止衛星をどう作っていくかということの教育もやっております。あとは、まあ、今そのフィリピンでですね、衛星作っていたりするんですけども、これは、去年のエンペルサフという、まあ、学会内で、フィリピンではありましたので、非常に多く報告がなされていました。あのフィリピンの東北大学とか、学大学中心で衛星作ってるんですけども、フィリピンの学生さんが、それを実際に主体的に作って、国の問題を解決しているといったことをやっているといったところで使われています。あとは、いくつか衛星あります。あのベトナムは今ちょうど、マイクロドラゴンっていう小型の衛星を、我々の保有し衛星を衛星に作っている、こういう衛星があるんですけども、まあ、そういうのもありますし、あとはユニセグローバルというその大学の集まりですね、そこで、まあ、こんだけのメンバーを集めてですね、あるコンステレーション、衛星の集まりを作ろうかという提案もしているところです。これ先ほどもありました、東京大学の今衛星作っている数ですけども、まあ、今まで9つ作っておりまして、8つも出てきています。1個はちょっとまだ化学衛星ですけれども、ウェイティング状態になりますけれども、まあ、こんだけ、の衛星を作ってきておりまして、まあ、大体この、ここですね、この吉っていうのはこの辺の衛星でして、大体60キロぐらいの衛星で、6メーター分解能ぐらいの解像度で、画像を撮ることができるといったところになっています。で、これがその今日打ち上がると言っていたトリコムというスタンドフォワードの衛星になっていまして、まあ、ニュースでもまあ、今朝のですね、8時48分とか、そういったところで朝がですね、打ち上がると言ってたんですけれども、まあ、先ほどから通り、ボストンとかいったところですね、ちょっと3日間ぐらいリレーすると、少なくとも3日はリレーするといった形になってまして、で、ちょっと、ね、やっぱり悲しいのはですね、ロケットの話ばかりなんですね、ニュース報道を見てるロケットの話ばかりなんですね、なかなかその衛星とか、その、まあ、搭載されている衛星であるとか、あとそれがどういうサービスを提供するのか、まあ、そういった話題になかなかならないで、これ、まあ、若干その日本の文化的な背景もあるかもしれませんし、ちょっと我々の、まあ、なかなか今回の衛星で外に公開しづらい部分もあったんですけれども、まあ、情報提供不足のところもあるかもしれませんけども、やっぱりこういうところがちょっと今後の課題として残るかなというふうに思っています。で、地球観測の方はですね、ほどよしという衛星がいくつか画像を撮っておりますので、まあ、見られた方がいらっしゃるかと思いますけども、こういった形で、これ240メーター分解のし、40メーター分解ので、これ千葉ですね、これゴルフ場が映っているという形なんですが、これメーター分解の絵だったり、まあこれ有名ですね、ドバイの映像、あとはニュージーランドの絵とか、こういった絵、まあ、こういった絵をですね、リクエストに応じてですね、比較的、簡単に撮れるといったところで、まあ、あの50キロ、60キロで、例えば今だと1年ぐらいの開発期間で衛星開発して、打ち上げ機会があれば打ち上げられるといったところ、今、最大のネックはやっぱり打ち上げ機会なんですよね、ロケットがなかなかない、まあ、今回の、例でもそうですけれども、打ち上げ の制約の機会って強いので、打ち上げ機会があれば、衛星が、まあ、比較的短時間に打ち上げることができるようになってきておりますので、で打ち上げてしまえばですね、リクエスト出したら画像が降りてくると
ので、そういった形で利用は広がってくるという状況になっています。で、アクセルスペースという小型衛星、これも東京大学からのスピンオフの企業になるとは思うんですけれども、そこがですね、アクセルグローブというコンステレーション、衛星を50機上げて1つの役割を果たしましょうという、コンステレーションを提唱しております。でその中で、50機であるんですけども、彼が言っているのは、これはシェアリングエコノミーだと、言ったことを言ってまして、自分たちの会社、これベンチャー企業ですけども、自分たちの会社だけでですね、50機全部揃えるというよりは、いろんなその途上国含めてですね、50機の衛星、60機の衛星、そういったものを、作っていただいて、同じようなそのミッションセンサーを乗せて、それでコンステレーションを作ったといったことを現状提案しているところです。でこうするとですね、50機並ぶとですね、何が嬉しいかというと、1日1回全地球がこう離着できると、必ずモニターできるというだけの、殺傷能力を持つといったことになりますので、そういう意味ではデータアーカイブなどもできていくっていう形ですよね。毎日毎日の今の現状の最新の状況が、さっきみたいなちょっと粗い解像度になりますけれども、数メーターの解像度というレベルでですね、データが取れていくといった形で、非常に、アーカイブとしては非常にいいものができるというものがあれば、アーカイブの中にもすでにあるという状況になっているといったところで、こういったものを国際協力の枠組みで作ろうというのを彼らは今提唱しているところですね。要はこう書いてあるんですけども、1個衛星を50キロの衛星を1個作ると、50機分の衛星の能力にアクセスすることができるというところで、彼らはプロモーションをかけているといったところになります。これがですね、私が今取り組んでいますその3衛星ですね、1メーター解像度の、X1 サーフなんですけれども、こういった展開パネルを使って小型衛星130キロぐらいの小型衛星なんですけども、それにしては非常に解像度が高く、こういったクラスの衛星は最近世界的にも使われているんですけども、その中で、世界で戦っていけるレベルの衛星になっているという形になります。で、もう一つの特徴は、これはリスポンシブなミッションといいまして、災害対応のミッションになるんですけれども、災害が起きてから打ち上げましょうというその運用を、目指しているといったところで、そういった開発、ここに書いてあるんですけども、リクエストあってから、半日以下でデータ提供できるようにしようと、ドローンとか飛行機とか、災害においてリスポンシブなデータ処理方法いろいろあるとは思うんですけれども、台風とかそういった荒い気象環境の中でも人工衛星がよりロバストですので、そういったところの特徴を生かしてですね、半日以下で、画像を取得して提供できるように、するような、システムを構築しようといったところをやっています。これはインパクトっていう、かなりリスク高いけれども開発価値があると、国が認めたプロジェクトに対して、ファンドがあるんですけれども、それのプログラムの中で今、現状開発して今いるところです。で、これが、スタンドフォアのミッションですね、そのミッションそのものですね、概念なんですけども、グランドセンサーが、いくつかあるという状況において、それを低速のレートでですね、衛星の方にアップリンクしまして、それを集まったところで地上空の上空に来た時にですね、ダウンリンクするといった形のミッションを考えているところです。で、非常にレートが遅いんでですね、シンプルなデータなんですけれども、それをだけども衛星機数が増えれば増えるほどですね、比較的短期間、で降ろすことができるようになるというメリットがあります。でさっきありましたけど、ユニセグローバルという、団体、あとでちょっともう少し細かく説明するんですけども、そちらの方が今、世界中でですね、参加しませんかと、コンステレーションを作るのを参加しませんかと言っているところですね。これ、先ほどのトリコムという衛星もありましたけれども、大体その 3U という、3U というのは30センチか20センチか20センチぐらいの衛星でして、大体、5、6キロといった形、3キロか。という形の衛星になりますので、そういう意味ではまさにここで、ご紹介しているそのケイパビリティビルディング、なるものですね、その途上国支援という形で、各国がまだ初めて衛星を作るんだけども、とにかく作ってみたいといった人たちにとっては、こういうミッションは極めてシンプルで、作りやすいといったところで、実際の問題解決ですね、このここで言ってるのはやっぱり途上国も含めてですね、皆さんその水の品質というものは極めて
重要だといったところから水の品質に関するセンサーをグラウンドに置いてもらってで、ローレートで、陰性に上げるといったようなミッションを提案してどうですかねというところですね。で具体的にはこんな感じなんですけど、まあ、このぐらいの地上センサーです。これは地上センサーなんですけども、あ、地上センサーって言いますか、そのトランスミッターなんですけども、こういうので上げるといったところですね。で、まあ、一つ特徴はこれ静止周波数がやっぱり衛星の場合は限られているんですね。国際的な周波数を獲得するのに、獲得しなきゃいけないという話と、あと獲得するのにやっぱ結構時間かかるんですよ。数年かかったりもするときもありますから、やっぱり空いてる周波数を見つけなきゃいけないとかあるんですけども、これは ある特定の周波数、あるローパワーであればですね、世界中にどこ行ってもですね、この周波数は許可が下りると、使っていいというところがありますので、そこの周波数を狙って、作っているといったところが一つの特徴で、まあ、プロトコルも比較的シンプルに、作っておりまして、どんなプロトコルでも取れるような形の、まあ、補正になっていると。まあ、ただ、その分ですね、まあ、グッドリアフトと書いてますけども、非常にローレート 100bps ですから、まあ、ローレートな通信となっています。でここからはですね、今のやつが、まあ、スタートボードで、次はですね、その教育といった形でちょっと遠征グローバルの話をしようと思います。これも東京大学も含めてですね、いろいろ大学関係関与させていただいてるんですけども、もともとはユニセックっていうのが、日本の大学がですね、小型衛星を作る上でですね、やっぱりその横同士の機関がいるだろうと、横同士のコンソーシアムがいるだろうと、例えばその部品を買いたい、人工衛星を作るにあたって個別で部品買ってたのは大変だよねというところで、みんなで部品買うようにしませんかとか、いろんなその知見を、まあ、ウーアの知見も含めてですね、共有しませんかといったところから生まれたコンソーシアムなんですけれども、それを今グローバルに展開しようとしていると、日本初なんですけれども、日本初で、グローバルに展開しようとしているというところで、まあ、こういった国がですね、いろいろ参加してくる、まあ、先進国もありますし、まあ、発展途上国もありますという形で、みんなで、団体組んでですね、まあ、主に7サテライト、数キログラムぐらいのサテライトをどうやって使っていくか、といったところの話をしているといったところです。でその、活動の一つですね、まあ、先ほどのキューブサットっていう10センチ×10センチ×10センチ×30センチとかそういった数キロから数キロレベルの衛星の話なんですけど、ここは、実はキャンサットっていうものでして、本当に普通の皆さんの名前では缶ですね、ドリンクの缶、350ミリリットルクラスの缶ですね、あれぐらいのサイズの衛星、模擬ですね、これは宇宙にはいかないんですけれども、例えば気球であげたりモデルロケットであげたりして、だけど中身はですね、ちゃんと通信機が入ってる、 GPS が入っている、そういった形でバッテリーも入っているっていう形で、まあ、一つの、まあ、衛星を模擬したような形のものを作って、途上の人と一緒に作ってみるというプログラムがあります。でこれはもう今7回目まで来てまして、全体で64名、32カ国から来ているといったところで、これはもうまさにそのいろんな国のリーダーを育てると、衛星に関する知見を与えてそこの国でのリーダーになってもらう人たちを作るという意味で、トレーニングプログラムというのもやっています。これユニセックがやっているところですね。で他に、まあ、シンポジウム、こう、ミッション、いろんなその小型衛星向きのミッションを考えてもらうコンテストを開催したりして、これも、今4回目になっています。でこれが世界中の展開ですね。さっきありましたそのキャンサットのリーダートレーニングプログラムといったものの、各国のどういう分布で参加してくれているかというのと、ミッションアイデアコンテストっていうのを、ミッション、小型衛星向きのミッションについて、考えてくれている人たちがこんだけ一応世界中に散らばっているよというところで、必ずしもアジアだけじゃないですね。ヨーロッパも含めて、アフリカも含めていろんな国から、参加してくれているという状況でした、まあ、こういうのを日本が指導してくれているといったことになります。でもっともっとそのエデュケーションという意味で言うと、やっぱりそのトレーニングプログラムがいくつかあります。でその中で、まあ、そのどん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 ですね、座学ではもう済まなくなってきている。もう途上国も座学では全然全くしてなくて、やっぱり衛星開発の最初から最後まで全部やりたいと、ホールライフサイクルでやりたいと言ってる人たちもいますし、もうハンズオンでやりたいと、物を作りながらやりたいという形の人たちもいます。だからアナリシスじゃないと、いろんな軌道解析とか電源系の解析がそうなんじゃないと、もう、実際の物を作って組み立ててやりたいと言った人たちもいます。あとはプロジェクトマネジメントをやりたいといったところですね。やっぱりその物作りをやっていくとですね、まあ、人的なリソースもそうですし、スケジュールコスト、そういったもののバランスを考えなきゃいけない。
そこをやっぱりやっていかなきゃいけないといったところを、まあ、注力しているところもあります。でこういったところのエデュケーションをやることによって、結構そのいろんなあの知見が得られているところで評判が上がるといったところですね。で、いろんなテクノロジーエリアに波及すると、まあ、システムズエンジニアリングと我々はよく、まあ、もしかしてデザインって言いますけども、衛星すること、衛星を開発することでそういったところの知見が得られて、それがいろんな、例えば自動運転車とかですね、今はよく言うんですけども、自動運転車にもそういう知見が使われますし、まあ、それこそ工場のシステムを作るにもそういった知見が使われているところで、いろんなところに応用が効くという知見が、衛星を作ることに得られるといったところが一つ評価になっています。でまあ、こういった形で、中澤先生の方はですね、e ラーニングのシステムを、まあ、これはウェブで見れるようなですね、e ラーニングのシステムを作っていまして、これはもうコースになっていて、これを受講すると、一通りの宇宙構造が分かるといった形になっています。で、これはですね、まあ、先生曰くですね、実際にその、宇宙工学を勉強することが、まあ、目的ではあるんですけれども、それでこう、まあ、特化からにしてですね、国際協力に結びつけていく、そのツールにするんだっていうのが、宇宙コメントですね。インターナショナルのコラボレーションにこれで結びつけていくための一番最初の特化からにしたいといったところで、こういったプログラムをやっているといった形になっています。で最後ちょっと若干ディスカッションですけれども、一つのテーマはですね、やっぱり予算になります。予算は、まあ日本政府からいただいている予算で発展途上国を、支援するとか、まあ、JICA さんとか、そういうものを使うというのがあるんですけれども、やはりそれは永続的ではないので、どうやってそのサステイナブルにしていくかといったところは、一つの、まあ、議論になるといったところですね。一番最初 の, その日本のからの、支援というのは、やっぱりそのプロポーザルの段階だとか、最初 の, その一番最初のフィジビリティスタディ、そういったところの段階、っていったところに、予算っていうのは投入されるといったところになりますけれども、日本側からそれをプロポーザル書いてあるんです、すみませんね、プロポーザル書いてあるのは日本側からそれを日本の政府に対してこういうことやりたいんだけどって言ってもなかなか予算がかからないといったところで、やっぱり先方のニーズに即して提案していかなきゃいけないといったところと、どうやってそれを、その日本からの予算が消えたときにどうやって次につなげるか、サステナブルにするかというところはまだやっぱり問題になるということ、あとは今ベトナムの、まあ、エンジニアをですね、まあ、東大でも慶応大学でも教えてるんですけども、やはりそのこちら側の英語の能力、まあ、向こう側の英語の能力っていうのもあるんですけども、こちら側の英語の能力とかですね、教える知見っていうそういったところの、まあ、能力っていうのはもう少し磨かなきゃいけないなといったところはよくわかります。はい、私の方は以上です。続きまして、本日の調講演ですので、ラスのベンチラボを使っているところへの本日の講演をいただきたいと思います。本日は、ゼロ計画を16年と、株式プライベートバンクの実行を続けたということで、カンタスリーの質問の方を紹介させていただきます。私は社会学者で、オレンジラボのシニアリカーターでいらっしゃいます。オレンジラボの方法では、研修に行く社会学、愛と石や社会に、社会学はその衛星計画と、こういったところの人に、もう、具体的な計画が実施なんですけど、具体的な、での国に行って、国家での経済的な学習の学科を経験したチャレンジをし、私も国に行って、国に行って、その中でも、あたりの役に立つ。社会科学分野、Yeah.
Thank you very much for this introduction. Thank you very much for inviting me. Because I'm happy to speak about the, some experience that we at Orange has tried to do in the sense of public private partnership for sustainable data for development. In my presentation, I will retrace the story of the analysis of human behavior with mobile phone data in our laboratory, but also other partners. This idea is presented in terms of data for development challenge we launched twice. And today it's followed in public-private collaboration in a project called Open, or Open Algorithm, just launched. The project which wants to offer research and various development players and access to the richest possible private data in a secure and privacy-preserving way. So what are the CDRs? I understood that you already know very well, so I will not go in insight too much. The CDRs, in fact, are very simple, you know. The major interest lies in the fact that they are standardized. It means that all the telecommunication companies collect them to charge the customers, but also for other cases as litigation or national security reasons. So they are stored for several months or even years. And the spread of mobile phone technology in the world population gave us possibility to have access to data of major part of those population today. So of course, before this kind of data can be shared with the partner, we need to do some operations, which are very simple, which was very simple at this time. That was only coding the identifiers and transforming the cell identification into geographical information, or into geographical position. Some 10 years ago, the size of these population samples and the length of time series in CDRs have attracted the attention of researchers. Of course, when you look at the CDRs and the information which is included in them, you see immediately that the interest is twofold, in fact. Even those data are not very precise. As you know, the event is only collected and recorded when a user sends call, SMS, or connect to the internet. The geographical accuracy depends on antenna coverage, so it is rather dense in the city context, but quite distant in the countryside. But the fact that we can observe social interactions and the presence or movement of millions of individuals has triggered dozens of research projects. Quite naturally, two dimensions has started to be researched. At the one hand, of course, what is in the social interaction part, it means the who calling who, and what is the social network that we extract from the mobile phone data. And the other one was the analysis of human mobility. I think you are more specialist in this second part. Look, in our case, what we started to do at the beginning was to try to see what can be how can we visualize data to show the possibilities of those data. Now, here you have the CDRs from Paris during the very popular World Music Day that are represented on the dynamic map. We separated the calls and the SMS, isolated underground antennas on the subway, as well as the communication of foreign visitors to the city with roamings. So you can see that the subway is activated before the night. After work, you can follow the dynamics of the event. The calls during the night festival are concentrated in the city center. And then you have the specific SMS activity. There are two big concerts, one of Tokyo Hotel, another one, the rock concert organized by the national television. And finally, international tourists have seems little influenced by this festival. So doing this, we try to show to the big, to the public, how this data can be used to understand the presence during the event. We also have done some different studies. For example, we studied on Belgium
data when we calculated the probability of contact between two people taken at random according to the physical distance that separated their homes. These results confirm the hypothesis of sociologists and geographers on the role of distance in social relations building. A kind of gravitational law seems to guide our social life. The probability of relationship is inversely proportional to the square of the distance between our residences. Farther going this way, also we have done one study in France, trying to look how social interactions are distributed across the country. So first we have done some kind of community detection analysis, and then we showed the links on the in space, and there were some interesting questions that the borders of the social communities and the borders of the administrative partition of the country are very, very close. So there are the first trials, and then very shortly after them, in short time, a great number of research has been published, and many collaborations have been established between operators and universities. There are, let's say, five or six operators who started to do this kind of global cooperation. This rapid development of research with CDRs motivated two researchers, Vincent Blondel from the University of Louvain and Laszlo Barabasi from Boston, to organize a specific network on mobile phone data analysis during a big social network science conference. This workshop was organized at MIT and was so successful that the organizers had to find a larger conference room at the last moment to welcome all the participants. So there was a very good surprise for us. If you look at the scientific committee of the conference, you see very clearly that there are already kind of cooperation between mobile phone operators and research group, because in this committee you can see British Telecom, Telecom Italia, ATT, AT&T, Telefonica, us of course, and RCF. So there are indeed a kind of new dimension which we started to build. However, at the same time, this successful conference had shown some frustration expressed on the part of the teams that did not have access to the CDRs. Indeed, for us, operators, it's a big risk to share data. If those data are misused, they could have the very big business consequences. As the results, we choose very carefully the teams with whom we share data. However, it is also true that working this way, we might not cover all many important research questions. It was clear that if we take a risk and change the strategy of data sharing, scientific progress could be even more spectacular. So that was behind the idea to propose an open innovation project. After the long discussion with Vincent Blondel, our academic counterpart, and Nicolas Decord of Orange Marketing Vision, Orange, we finally decided not to share the CDRs on European country. We already had data from France, Belgium, Portugal, Spain, but to seek data from a developing country in Africa. We concluded that the social usefulness of research in a country where there are few available statistics will be much more greater than a formal exercise, scientific exercise on the developing country. So we had the opportunity to go to the Côte d'Ivoire, Ivory Coast in Africa. The Orange Côte d'Ivoire managed to collect 5 months of data, which were they identified locally and transferred to Orange data center in France. Our team prepared 4 data sets. Of course, for the security reason, we have proposed only the aggregated data of samples of individuals, not the whole data set. There was antenna to antenna traffic by hour, there was random sample of user with antenna location precision with a change every 2 weeks, a sample of users on the administrative partition level, and finally some communication graph for 5,000 customers.
The competition was somewhere in our mind. This competition was somewhere like classical scientific competition. That was maybe the initial error from our point of view. So we have the scientific committee, the best back paper prizes and so on, but also the short period and the data sharing between many teams brought it closer to the hackers. The people are working on the same data and trying to do something, try to look for something new, for something original. At this moment, we thought that the proposal would come mainly from the network community. So we contacted 50 teams and maybe 20 finished that work. The number of projects proposed for the challenge exceeded our expectations. 263 teams from all corners of the planet are access to the data, and more than 80 projects that were able to finish and submit their work to the conference. For us, it was all summer. We had to stop all other activities to write the project, receive them with conditions, verify the status of research institutions, make decisions, and so on and so forth. Nevertheless, this challenge was a really big success. You can download the procedure at this link if you are interested, because I will be only concentrated on two examples. So there are a number of excellent studies. For example, the winning team from Birmingham University presented the epidemiological model of disease spreading across the country using mobility from CDRs. They have then extended the model with the process of information spreading using the calling activity, our social network of the people to diffuse disease prevention information, and then they evaluate and simulate the restricting mobility strategies or quarantine strategy to prevent the epidemics and the information spreading process, how they affect the epidemics. They showed that the quarantine that does not delay the occurrence of the epidemic state, and that information campaign might be an effective countermeasure. This study seemed to us to be very innovative and could involve both health authorities and local telecom operators. The development prize went to IBM Dublin team for the project Name All Award. It's a system to optimize the planning of public transit network using mobile phone data, with the goal to improve network usage and user satisfaction. So here they use the mobile phone location to infer origin destination, but you know it very, very, very well because you already have this kind of information. Whatever, they showed that with very less cost, only four new bus trajectories, the city of Abidjan can cost by 10% the commute time of their citizens. In this case also, we were persuaded that the city of Abidjan will jump on this opportunity and take advantage of this result, but whatever the big quality of all those works, more than 50 high quality papers were published. Whatever the various topics which brought together researchers for far beyond the network committee from many different disciplines, we are unable to implement a single project in the country. Never the use of the help of that of transportation in Abidjan proposed several times to local actors. We are not able to do it. So then we said we have a problem. Even though there are immediately big interest among academics and international organization, World Economic Forum, United Nations, humanitarian NGOs, that asked us to redo this once more in another country. But this time we try to better ensure the follow-ups and involve much more strongly the local actors.
the choice of Senegal, because the second deportee was there in Senegal, was made for several reasons. First, of course, because Orange is present in Senegal, we are soon at them, but also because the directors of Senegal are already interested in the deportee project. And finally, this one of the most developed African countries in French-speaking countries, with a strong knowledge infrastructure, good universities, many technological startups, institutions, and effective administration. That was the reason why we chose this country. Then we started very clearly to prepare the project on the local side. So just after we received the agreement of the CEO of the Sonatel, we immediately presented the project to the Personal Data Protection Commission, first to ensure the feasibility, legal feasibility, but also to involve them in the rest of the implementation after the competition. We consulted all potentially, I think, interested institutions in the country to establish the list of things that are that will be proposed to the research that can help the country the most. We focused on five topics: health, transportation, agriculture, energy, and national statistics. Afterwards, relying on the Sonatel Social Responsibility Department, we have come in contact with the ministries, the National Statistics Agency, food security programs, but also with all the universities of the country. And finally, alongside with the scientific committee, which was evaluating quality of contribution, we set up also the ethics committee to limit the risks of misuse of personal data, of misuse the data from the point of view of political or ethical ethical reasons, and also to build confidence in all public and private actors. So finally, the architecture of the new competition was a little bit more complicated. This time, the research proposal, which seems to involve a social or commercial or personal risk, passed by in-house, our in Orange evaluation group, and then later were presented to the external expert who decided to take a decision. So it was not Orange that decided what is good or not, but an external expert's body. After this, the process was a little bit as the first challenge. So the Sonatel team this time was able to collect a whole year of CDRs. So we followed the data processing process already described before, with some small changes. But we removed the communication graph, which we presented before. It is considered too dangerous for privacy, and propose instead individual indicator calculated for each mobility sample to enlarge a little bit the possibilities that the researchers can have in their work. In April 2014, the challenge was launched officially by the CEO of the company, Sonatel. Then we started to look in the following months. We collected, contacted the large number of institutions to collect, to get access to the new data, to propose it to the researchers. Look, as can you see, the data from national statistics, health organizations, geographic information systems, satellite data, and others were provided to the competing team. We also took care to advertise in the country to local administration and business players. So we do a specific launch in Dakar. And once again, we started this challenge, and once again, the challenge has arose a strong participation of scientific community teams around the world, proposed research, and there is also the good surprise that there are also collaborations with researchers established with researchers from Senegal. There are 11 universities from Senegal who have also participated this time in the challenge. So afterwards, we have many proposals. The proposals, majority are in the transportation, health, national statistics, etc. Donc,
the new challenge was presented as usual during the NetMob conference 2015 in Boston. At the same time, we will also organize the data analysis school and the hackathon for the students and young researchers, which is, was called parallel in Boston, Paris, and Japan. So there are many, many animations. And finally, there are much more about the projects. Each of them are really original. They go from planning the extension of the electric grid using the communication and intensity and distribution of population derived from CDRs, detecting events by telephone communication analysis, proposing construction of new medical emergencies to save victims of the heart attack by manipulating the distance between facilities and the position of the patient, and so on and so on. You get also the proceedings that could be consulted. But perhaps the most important thing was that we successfully secured funding from Gates Foundation for three projects on the development topics. The selected teams could continue their work, and we proposed access to the complete data set in our data center, so that they can continue to work not only on the samples of the data, but on the original data, the base data. There are three areas: health, national statistics, and agriculture. In each of this area, we propose two teams to join their report, and thus we have six topics. One team is working on schistosomiasis, is a kind of water-based parasitic worm infection, building the data-driven models aimed at prediction and controlling its transmission in Senegal. The inclusion of human mobility for CDRs into dead guys is an important factor for the reality of the model prediction. And they help from the methodology side a researcher developing a model of malaria diffusion, using mobility patterns from and to location where the disease is present during the specific events like the pilgrimages or religious festivals. In the national statistics stream, we have one team working to capture the local demographic heterogeneity at the antenna level. Such as pockets of illiteracy or poverty. They try to use aggregated antenna as data only for this to have a system safe for the future use. The second team is developing highly accurate and specially detailed poverty maps using mobile data. The estimates of poverty have been validated using the census data provided by the Senegal National Statistics Agency also already. In the agriculture project, one team from Belgium is working on the new conceptual approach to estimate monthly millet prices in 57 markets in Senegal using vegetation index derived from Earth observation satellite data and combined with CDRs. They work together with a Spanish neighbor that is creating a mobility analysis system at the level of markets, cities, administration, production area. We try to estimate COPs, CLs, and to provide a security and environment system based on these estimators. So to start the local cooperation immediately, we organize a special event in Dakar. It brought together winners of the competition and scientific and technological actors, representatives of government agencies, local humanitarian organizations. The researchers were able to visit the country and establish direct contacts with organizations that could help them in the course of the war. The work of funded research team is currently the final test you have in the annex that in the description of the project, also the contact they already established.
And in particular, what is interesting is that this strong relationship between national statistics in Senegal have renewed the interest of IWA Statistic Institute, and the work on statistical indicators from CDR should soon be started in 2021 also. So, after this competition, the question of data for development began to animate the debates of the world of development. For example, the United Nations Secretary General's advisory group writes, data are the lifeblood of decision making and the raw material for accountability. Without high quality data providing the right information on the right things, on the right time, designing, monitoring and evaluating effective policies becomes almost impossible. So, they talk about the data revolution for the sustainable development. Other groups also follow in this direction, asking for more open private data in the context of poor countries. The dynamic seems to have begun, and we have started to think about other fields and subjects to propose to the CDR research. But it was also at this point that the young mathematician with whom we had been working for several years, Yves Alexandre de Montejoie, warned of the impossibility of an innovation of CDRs. So he started with this idea that the notion that the anonymity is the legal notion of privacy, and if you cannot assure anonymity, you cannot assure privacy, and also legally you will be blocked in short time. He proposed a measure, unicity, which looks on how many points, piece of information, we need to uniquely read and identify an individual in the data set to have a unique place. And in the large CDR data set of 1.5 million people observed during the 15 months, but with low precision, because the CDR are cut by hour and only for one square kilometer put on the 1 square millimeter grid, it was able to show that unicity following only 4 points is 95%. This means that on average, knowing 4 places and times where someone was is enough to uniquely re-identify him 95% of the time. That's surprising. But at first glance, I think only because the fact that we cannot blend into the mass of millions of people seems strange. But nevertheless, if you look at ourselves, if I ask you to address you, for example, in a minute or our closes, I think that they will know the same combination in this room, but even in the city. So he redo this the same analysis using the bank record of the credit card metadata, having the same result. So we seem to be faced to a big problem. Of course, we can try to make individual traits more anonymous by transforming temporal or spatial granularity, grouping trajectories by group of key individuals, creating synthetic data, whatever. But each time we do so, we always destroy some of the information and actually reduce the utility of the data for the research. There are some kind of privacy utility trade-off. The paradox that more privacy is equal less utility. The perfectly anonymous data is useless for the research. The very detailed data are dangerous. And in the long run, we can have the big problem with this and cannot share the personal data in any case. So, to break this deadlock, we propose to separate the data and the users. The very basic idea of the open algorithm project. By separating the data and the users, we can offer more detailed data
which are more useful for the studies, and the open project provide both with good privacy and good utility. You have, if you separate data, you have clearly a privacy gain. Data provider controls the data. He knows who has the access and for which purpose, because there are authorizations. The platform where the data are always return aggregated results on the fly using, for example, safe answer technology. It's more difficult or likely impossible to re-identify customer, and you have the very clear utility gain. That data quality is higher. You don't need to add any noise or consuming data. You can offer the fine time granularity, full data sets, not only the parts of them. Another gain is that the results are easy to reproduce. Analysis can be repeated over time using the standardized algorithm and parameters. So to bring the code to the data seems to be a good idea, because we can use the known algorithm. You can try to improve them and still have an access to the detailed information. The principles which are developed are very simple. We, of course, want to use the most advanced big data technology, and also create a developer community around the project. Develop the simple user interface to make it easy to use, a kind of, let's say, statistical software. As if you have the procedures, you click on the button, you have the result, and also to assure security and auditing tools for the data provider to know who is doing what. At the same time, to set up an open data governance board at the country level, because data will be always in the data provider facilities. The governance board, which will be multi-part, taking into account civil society, academia, government, data providers. And this government board, which can check and certify algorithms from the point of view of privacy of individuals, but also privacy of social groups, tribes, national security, because there are also these kind of questions. If you have the ethnic conflict and you show the data on the opposite side and somebody can use it badly, and also the privacy of data providers of business reasons. One example, if we talk about these poverty maps constructed using the CDRs, we have also the problem, because the operator will say, okay, you give my customer to my customer, to my competitor. So you need to provide an algorithm where you restitute, you send back the response, which is not on the operator level, but on the population level, using the different weighting procedures, for example. And so, and we propose to have also the group who will centrally support all open teams in the world at this moment. It's only two. But nevertheless, we hope that it will be more and more interesting to join this project. How it is today to access to the data? You know it very well. An operator who wants to launch a study with a partner, extract the necessary CDRs, encode the personal information of the subscribers, eventually remove sensitive information, sensitive users or whatever, sensitive antennas. Then it gives access to data scientists who will develop the data query procedures, make the analysis and deliver it. It might 1 month in many cases. And to say frankly, fairly standard procedures are used at the beginning. The real research work is afterward. At the beginning, if you want to extract the origin destination matrix, there is always the same way to do it. When we work on transition matrices, we do it also more or less in the same way. Communication flow between antennas, regions, and so on, they are rather standard processes. So, behind OPAL, there is this idea to put together data and algorithms.
and the procedures which will work directly on the data. But this data will be always on the, in the facilities of the facilities of the operator. So from the point of view of privacy, nothing changes. The data are where they are. So the data never leave the infrastructure for the operator. That means that it does not need to aggregate or transform CDRs before making them available to the partners. The algorithms are certified by government board and verified by scientific community, and then only are directly, this line, algorithm certified by the community and the government board, and then they apply to the open platform, and all the algorithms are open and publicly available. Anyone can verify, recommend improvement, or propose a new algorithm. And each new algorithm has to be verified and certified by the government, have the government board approval. In this way, we ensure the high level of security for the personal data, but also we save time, because now the procedure, the standard as possible, need not be developed once more. You only action the algorithm is good because they have been scientifically verified. It is open, so anyone can check and criticize. And finally, we open access to the really detailed data. We can renew this process all over the time, and not only the very long data series, but also the very long analysis. So how it is now? The open ecosystem today consists of the core group, where we are connected to the academics from Imperial College in London and MIT. They are World Economic Forum and DataHub Alliance, who are also in the team. And finally, the Overseas Department Institute is managing the project. We are funded at this moment by World Bank and IFD, which is Agence Française de Développement Agency. There are others interested sponsors also, and we have many contacts with the different United Nations organizations. There are also Microsoft, Deloitte, who provide us with some help and technology. And finally, we are at the point to start two pilots of Opal platform. One in Senegal, of course, with Orange Sonatel, in Senegal, and one in Colombia with Telefonica. So we already have another operator who joined us. There are other operators which start to think about this possibility in Philippines, Andorra is a small Italy, and also Telenor, which we are discussing now. And finally, the official launch of the Opal project took place 8 December last year during the Open Government Partnership Global Summit in Paris. If you want more information, if you want to participate, you can contact Nathalie Schuch. And thank you very much. Sorry.
architects companies for the geospatial information for space technology. Is there any expectations or comments about the best for those attendees? I don't know for Japan, but I know that for many companies, the risk of sharing data is big and the benefits seems not very enormous. So they are trying to look at what they have got with this. So what is the first question is, what is your business plan? And then, of course, if you see, okay, that it's only for science or for development, many said, okay, we are not interested in to do it. However, I think that always when you have the research department inside operator, there are more sensibility to this collaboration because they are already collaboration with the academia, and also because I think that the researchers can explain a little bit more in depth to the business people that, okay, you have no money immediately, but in the long run, you can interest other actors. Of course, if you have the, let's say, I spoke about the poverty index in Senegal. You have already closed the project which calculated it. Poverty index can be also commercial information, so it could be also the specific actors, I don't know, the Coca-Cola, who want to implement in one country, want to know where to put the shops or something. And in this particular situation, you are in the commercial relationships. You can very well sell data. So that's also why in this open project we put everything in the hands of the data provider. He will decide to whom open and on which conditions. That's idea. Because otherwise it is only give me the data and I will publish. It's not a deal for the operator, I think. That's a little bit the problem of this relationship. Thank you very much. It's very long. ビジネスとしてやるしまうと、あとは、研究開発のベースのことと、それから実際のビジネスのベースのことで、全然話が違っている。それから、ご説明いただきたいと、ですね、こちらのところでは、データを持って、配置ということもできるんじゃないかというような。若干ちょっと時間になっているんですけど、もし何かあれば、なければ、Yeah, thank you very much for today's talk. And, I'm not sure whether you remember or not, for 3 or 4 years before, and you asked me,do we have any telecommunication company in Japan who can provide the telecommunication data to a D4D? But then, I, at that time, I asked some big telecommunication company in Japan, but finally they refused to provide the data to D4D communities. It's very. I'm not aware of the open project, but a very impressive for me. So in that mean, I also have to think about this open project. And in your slide of the open project, maybe it's a first telecommunication company.Orange Group is the first company to join in this project. Maybe you're one of the main proposed persons of this project. So are there any other telecommunication company in Orange?
As I said, we already have the participation of Telefonica, which is very, very big company. Telefonica is very well implemented in South America, which is the Spanish company at the origin. They are also, they will participate, they will do their offer in Colombia. And we have the discussion with Telenor, which is more present in Asian countries, but at this moment they have no decision. There are some decisions in the Philippines. We are open, but to include everyone, there is no problem with this because each one is responsible for its own data. It is only the we propose to put the platform that is open software. It will be open software because we are developing now. So to put the platform directly on the data set. And in fact, we started with telecommunication companies because there was default here. There was already many teams working on CDR, so there was some kind of dynamics. But if other type of industries want to join, that could be also. I think there is exactly the same scheme. You put the data in somewhere. You develop the algorithms which can be run on your data. You open the API to connect, it could be done by banks, it could be done by transportation companies or whatever. Telecommunications is only the first step because we already have done something before. That's what that was the reason why we start with something because we know it. I don't know what are the specific problems on time we go on. Or all these things, it has been very specific risks that they need to handle, but on the local level, they are specialists of their data. Yes, okay, thank you very much. ちょっと時間になりましたので、このあたり、休憩の方に入らせていただければというふうに、思います。休憩を、少し挟みまして、15時50分から、また再開という形にさせていただければと思います。最後に、ご講演いただきました、スモレダン先生、動画のご覧の皆様に対しまして、拍手の方をお願いします。